はい、皆さんこんにちは。ミスティーミューのゴーデンラジオこと、ラジオマンジャックです。はい、言いたい放題ラジオみたいなね。はい、みーちゃんね、今週ついに始まったね、はい、もう随分来て、もうラスト前ぐらいなんだけど、はい、ね、マジックキャストのショーです。その前後にね、いろいろムカついたこと言ってることあるでしょ。俺もあるんだよ、これね、暴言ラジオだから気楽に楽しく言っちゃおうかなっていう形で、本当、うん、ちょっと NG ワードもあるね、はい、だけどね、これね、まあしょうがないんだよね、こう人事さんがこういうことがあるってことで、はい、巷では徴用工問題じゃないからさ、むちゃくちゃなこと気分でもうやっていいなっていうね、判決が出てどういう国だよ。これはね、それをね、今キャッスルのね、あるアシスタントに言いたいということですね。はい、まあその話はね、めちゃくちゃ見るかなってことで、はい、はい、ショーの真っ只中ですね、まだ今日、はい、明日と残っているこのね、土曜日に、ラジオ出ますということで、はい、それではラジオマン、じゃあ、はい、リスティングの暴言ラジオですね、言いたい放題ラジオだからさ、何があったのさ、言ってください。いろいろですけどね、うん、まずキャッスルのコントからいきましょうか。じゃあ、ね、いきましょう、うん、最近ジャックがね、ブッキングマネージャーのジャックが ね、 ックね、アシスタントをやっとったんですよね。うん、 うん、そのアシスタントが優秀ならいいんだけど、使えないアシスタントでね、うん、メール何回やっても全然返信来なくて、これね、はっきり言いたいんだけど、我々だけじゃなくて、マジはみんな使えないって言って、そうで、うん、みんなね、なんか評判悪いって言って、初めて会ったんです、その、うん、うん、あったのね、本人と、なんていうか、出演の時、昔はコントラクターね、フロントに預けてもらってたから、いつでもね、うん、パッとで、ね、自分で手続きできたのに、うん、今その使えないアシスタントがずっと持ち歩いてて、うん、で木曜日 の、 セッティングしてる忙しい時に来て、うん、でコントラクトだとか言って、私宛ての手紙ね、自分で開けて、封開けて、うん、で出して書いてなんかやってて、うん、初めてその時会ったんだけど、キャッスルに全然馴染まないですね、あの人はね。はい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 、キャッスルのね、スタッフというか働いてる人っていうのは、うん、キャッスルにすごく誇りとかね、プライドとか、うん、でフレンドリーでね、フレンドリーで、キャッスルを愛してる人が多いんだけど、うん、あの人だけはそうじゃなくて、 DMV っていうね、うん、日本でと役所仕事みたいな、そうだね、うん、うん、やる気のない、なんて、あのね、だ、日本はほらどこでもすごく親切で、親切、ね、俺この間中野区役所行ったんだ、いろいろあってね、そしたら、そうなんだよね、日本ってね、すごいしっかり丁寧だった。私も日本帰った時に市役所行ったらね、日本に行った時はね、市役所の人はどうのこうったんだけど、うん、こっちに住んでみて行ったらすごく丁寧によくやってくれて、いや、これはね、本当に日本の誇りで、だからね、航空会社のね、俺動画ね、Facebook に上げたんだけど、うん、ね、一つは日本のアナが一生懸命さ、荷物が来た時にさ、わざわざ上拭いて並べ直して、あとね、アナのすごい、日本の航空会社すごいのは、取っ手をこっちに向けてくれて、そうそうそう、取りやすい向きにしてくれてて、ね、どこだか分かんないんだけどね、うん、変な航空会社は喜んで投げてさ、ストレス発散してんだよね、うん、なんて壊れたんちなって感じ、それぐらいまあ違うんだよ、だってまあ結局ね、そのロッシーっていうのは、とにかくね、すごく尊大でさ、生意気で挨拶もできないと、不愛想で、普通だったらね、うん、自分はなんとかなんですけど、よろしくねみたいな、挨拶から、うんうん、初対面でいきなりブスーっとやってきて、ブスーメール一回も返ってこないんだよ、ね、メール返ってこない、うん、一回も、うん、で私がそのロッシーのなんていうの、マネージャーかなんか、うん、ディレクターわかんないけど、うん、上の人がいるみたいで、うん、その人宛てになんかもうめちゃめちゃクレーム入れたらすぐメール来たんだけど、うん、ね、うんうん、なんかね、ほんとため、あの人はキャッスルに馴染んでない、いやー、まあね、黒髪のアジア人、アジア人、ね、で俺も聞きたいんだけどさ、中国かな、韓国かな、どうして中国とあのミュウちゃんってさ、韓国の違いわかる、なんとなくわかるけど、うん、なんか韓国の人もっと白っぽいもん、白っぽいってそんなことはないよ、なん、うん、でもね、なんか韓国、それはね、ちょっとおかしい、中国の人が白っぽくないってのはおかしいよね、まあそうなんだけど、中国の人白っぽいよ、すごく、うんうん、ただ韓国の人独特じゃない、なんか、いやー、わかんないね、うんうん、だから態度から考えちゃうと、このアジアで調べるけど、うん、まあ、典型的な韓国系の対応だよね、日本人嫌いな韓国人、でも日本人だけじゃなくて他の人たちにもそうなんだと思う、みんなそうだね、だからさ、まあ、そうなんだろうけど、うん、特にやっぱりさ、日本人って悪いじゃん、まあね、徴用工じゃないけど、やっぱりね、韓国はね、いい子もいるんだよ、俺が中国人だと思ったら、ラスベガスの子なんかはすごくいい子でさ、ま、ラスベガスからね、バスで来てんだとか言って、うん、挨拶必ず俺のとこ来て、ね、うん、フレンドリーな子も中にはいるけれど、ね、いるいる、うん、だからそういう子たちってのは韓国が嫌でアメリカからに来ちゃっててさ、それで子たちは日本に行って仲良くできるけど、そういう人もいるな、確かに、やっぱりラスベガスのお土産物屋でね、
買い物してたら、うん、あんたたちクジラの藻でどう思うんだってやってきて、店員余計なお世話だよ、ね、え何やんそれって言うから、あそれってのはね、あのフェイクで作った番組なんだよって俺言ったら、いやそうじゃないちゃんと作ってやるって言って、うん、喧嘩したのはやっぱ韓国人だったね、うんうん、やっぱりだから日韓問題とかそうじゃなくてそういうのやめてほしいし、本当だよね、だからもう次はねもうないと思うんだ、あの来年度はその人はね、もうあれだけ問題を起こしちゃってて、もうジャックなんか嫌になってさ、ジャックがアシスタントじゃないかぐらい駒遣いさせられて、そうよね、うん、どっちがアシスタントか分からない、やっぱねキャッスルの価値を分かってる人をアシスタント使わないと、うん、あの人全くキャッスルの価値、俺はねジャックにはっきり言ったんだよアメリカで、ダメだと、ね、ジャックねちょっとね何でもいいけど、うん、あの僕らだけ差別されてるの日本人だからって言って、いやそんなことないって言ってね、でいやだからよくあることなんだけど、うん、あなたのアシスタントはひょっとしてどこの国の人ね、金髪のアメリカ人、ひょっとして黒髪の韓国人って言ったらさ、なんかドキッとしてる顔して、うん、それでいやあの差別じゃないって、そこにだけ言及してた、うんね、だから俺は多分そうだと思う、うんうん、でミュージシャン中国偏見多いよね、いやってわけでもないけど、うん、まあ、政府は嫌だよ、うん、中国の人はそんな悪くないけど、まあ、政府は嫌い、中国は中国で問題があるんだけどね、うん、だけど、まあ、中国アメリカのマジキャッスルでいる中国人ってのは台湾人が多いから、うんうん、そうだね、北京からも来るけどね、うん、だからあの結局そこに関してはそんな問題ないんで、そんなにストレスないけど、うん、そうそう台湾の子すごく多いよね、すごいだってすごいフレンドリーで、台湾の人は、ね、兄弟のように慕ってくれる、本当だよね、家族、うん、台湾とベトナムね、そうあとタイとかね、タイはすごくいいね、すごい慕ってくれるからね、うん、まあ、うん、そんな感じでねムカついたミスティミューですけど、はいね、あとあの飛行機のさ、うん、メキシコの飛行機会社タイは あれも言ってもうムカつくよね、とにかく変なメールが来てて、うん、それでね半分なんでね飛行機のチケットをね、うん、あの変更になりましたと勝手だよ、うん、勝手にね、うん、であの問題がなければあの要するにメールを OK のメールくださいと、うん、で問題があるよって電話くださいよと、だから電話したんだよ ね、うん、ね、そしたらねそしたら、うん、なんか全然理解できないとか、うん、そっからスタートして、でじゃ あ, あの日本人のスタッフはいますかって聞いたら、あのそれで私がほらあの日本語のが母国語だっていうのを分かって、うんうんうん、インフォメーションだった、うん、それからなんかお前の英語は分かんない分かんないと思ってずっと言ってて、俺のが英語が上手いとか言ってて、意味分かんない、カスタマーサービスだよ本当に、カスタマーサービスで、うん、I can't understand I can't understand とか言ってて、うん、で本当に英語私よりできるんだったら私の英語分かるだろうって、うん、だって、ね、うん、あのあんたもいっぱいいっぱいだから私の英語が理解できないんでしょっていう、そういう話で、うん、でなんかえどこまで行っても、うん、I can't understand ばっかりで、あの、ね、なんで Facebook に書き込みして、クレームにしても質問にしてもサービスにしても、うん、そういうような欄がアメリカって少ないんだよ、そうだね、あのねクレームを届けるまでが非常に大変で、うんね、うん、俺もね一つ最後にも困ったことがあった、シャトルバスお金を払ってさ、もうちゃんと番号も出てんだ、それであの当日ねみんなが来た時にシャトルバスをどこで何時に待ち合わせするかっていうやつをやり取りをするんだよ、うん、それであのアプリでやったんだけど、アプリはあのアクセスできない、それでアプリがアクセスできないんだけどっていうメールをしたんだけど返信全然来ない、うん、これも困ったもんでさ、本当困るんだよね、うん、アプリダウンロードしろとかダウンロードしたんだよ、あと郵便局、あの適当な郵便局員が ね、郵便局ね、何なのあれ、適当にボコボコね、人の家ちゃんと訪問もしないで、そうそうそう、留守だったとかわけわかんない言い訳で、とりあえず着いたら上に行かないで、あの郵便局とかボンボンボンとさ大体番号の近く置いといて、 それでもって不在通知入れるんだよね、そうで、あのほらどうしてもサインのいるやつの場合は、うん、気もしないのにいなかったとか言って持って帰っちゃって、そうそうそう、うん、だから荷物が届くこと分かったらもう張り紙してサボんないでとか言って、うん、ちゃんと来てくれってやると仕方なしに来るよね、うんうん、そうそう、あれがね、あれも困ったもん、だからね言われないとできない、サービスに関しては日本は本当最高だってことで言ったら、本当素晴らしいと思った日本に、ね、俺すごいのはさ、聞く前にね、あの住民票とかそういうのさ取らなきゃいけないって言うんで、あ、戸籍謄本かね、うん、それであの行ったのよ、そうしたらさ、あの区役所とかさ、それでいや金曜日無理なんですよって、じゃあ取れないじゃないかって、うん、じゃあ日曜日してください、日曜日だけ特別窓口空いてるからって言って、うん、日曜日取らせてくれるんだよ、すごい ね、素晴らしいです、あ、最後に一言です、歯が抜けました、はい、1本、あ、おめでとう、これでようやくおめでとうなの、これでようやく ね、滑舌もちょっとまともになって、なおかつ飯が食えるの、苦痛から解放されて、ね、本当ですよ、あと1本グラグラがあるんだけど、まあそれでもこれでね随分なんとかなるかなって、なくなっちゃったら食べられなくなる、下の歯1本だけ残ってて、この1本と上の歯の2本が噛み合わさって、物を砕いてます、人間は歯が3本あれば食えるっていうことが分かったっていうことで、日本でもいいのかな、はい、時間になっちゃいましたね、はい、はい、ということでゆうちゃんまだ頑張ってください、はい、ね、さあロッシーに負けないで頑張れってことで、はい、
また来週ですね、ラジオのジャックは暴言ラジオと変わりました、はい、さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。